かな。あと私が今整備士9年目丸8年ぐらい整備士やってて思うことは、結構純正ナビ、一番最初についてるナビってやっぱすげえちゃんとつけてくれてるわけさ、さすがメーカーだなっていうぐらい。簡単に言うとこれほら、この4つの束をさ、これほんとバラバラなわけさ、4本つけるときもバラバラなのけど、こうやってちゃんとテープ貼ってくれたりとか、バラバラになるのにこうやってテープとか巻いてくれてるのね。これ私会社結構ちょっと迷惑であって、社外に変えるときはこれ全部交換するから、同じ工場とかで働いてるとすごいセンスが出るんだけど、私が内装をやるときに結構重要視してるのは、次外したりする人が外しやすいような付け方、あとこの距離、ここの中が狭いからなるべくここにガシャガシャしたくないから、結構ここの奥でタイラップ止めちゃうと、ここの距離がさ、ここまでしか出てこないと、これを取るときにここまでしかナビが出てこないから、わかるよ、これが取りにくいんだけど、でもこれがここまで伸びるから取りやすい。でこの距離ってつける整備士が結構決めるわけさ、だからたまにどんなに引っ張ってもナビの裏が出てこないみたいなやつがある。なので今ディーラーとかで働いてると、ナビを自分でつけたり ETC を自分でつけるっていう仕事があるんだけど、その時にここの距離を結構ちょっと大事にしてほしいね。短すぎるとつけてる時はいいんだよ別に、で次取る人が取りにくい、なるべく止めないけど、止めなすぎてもこのナビの中で走ってる時にこうやってぶつかったりとかして異音の原因になる。だこういうのも止めないとするじゃん、こうやってちゃんとこれ止めてるけど、ここにもね、これを止めないとこの配線がここに当たって異音、この中から変な音するんだけどって言ってくるお客さんとかもいる。異音が第一は異音がしないことだとは思うけど、異音を気にしすぎてまとめすぎると取るときに面倒、まあ、ここら辺はやっていくうちの感覚だとは思うんだけど、タイラップを使いすぎない、何回も言うけど、タイラップで止まってると結構さ、クッて閉めるでしょ、動かない。で次取るときニッパーで取るんだけど、その時に配線とかを一緒に切っちゃったりとかもするから、タイラップは使いすぎない。あとここの距離も気にする、あとは異音が出ないようにする、あとまあこの USB の距離も、こういうのを気にしてあげるとお客さんも喜ぶし、次取るときも便利。この距離って結構重要だよ。だいたい分かった。分かりました？これ撮ってるカメラマンはね、車の知識ゼロだからね。その人たちに伝わるように一応教えてはいるんですけど、だいたい分かりました？カメラマンさんたち。分かりました。ということで、こんぐらいでやめとこうかな。まあ、いろんな車によってさ、全然撮り方が違うの。本当こことかも全部外さなきゃナビ取れないとか、こっち側も全部外さなきゃナビが取れないとかいう車はいっぱいあるから、一概に簡単だ、ナビ交換は簡単だと、これはすごい工具も使わないし簡単な方だね。今回はステップワゴンの RK5 という方でしたが、なんとなく流れが分かってくれたかな。ということでメカニック TV ここまで。